リハーサルで2曲そのやりますけど、時間的にできない。もっと変えたじゃん。日本そんなにあの数が大きい数で転んでこけてもどうだ。あ、今の吉野先生、これ5の吉野先生の問題。あ、僕あの弟子です、ね。不思議でしょ。ユージさんってなんかこうなるね。ここに人が中央に作る。そう今日ちょっと作ってみます。カオスでね。どこで知ってる人ね、ユージさんで。まあ、まあ、言うでもいいけど。あの、打ち合わせ。はい。わかりました。お願いします。皆さん、届けます。今、地味に準備してます。あ、そうだ。あ、そうだ。あの、オクラリラジュってよく再やったんで、ここは初めて。お願いします。もう回ってるし。回ってます。非常にスタイルが山川北さん。申請させていただきます。楽しみだね。声は一番大きい楽器だから。めっちゃ声大きい。私もなんかバレエのかな、普通のバレエの方とちょっと一緒にサイズいただいて。この隙間とか結構忘れがちだけど、でもそこを見る人もいるので、ずるいやつが、ずるいやつが、そこ穴あるみたいなのが言うか。ここでそういう人いないんじゃないですか。うまいな、やっぱ早いな。え、いや早くないよ。こんなペースで。毛は剃るの？いつも。ああ、剃る時もあるね。ここは上半身だけ剃りました。あ、そっか。脇以外は。あ、私キルズボン履いた方が良かったかな。そうだよ。まだ足裏はいいでしょ。足裏最後でしょ。でもパウダーも塗ってから着替えとかいい。そうだね。俺もそうや。うん。でもあんたズボンつけないでしょ。ズボンつけない。うん、脱ぐだけ。私黒いズボンつけるか。黒いズボン。今日どこら辺まで塗るんですか。上半身とか下半身。僕上半身と足。はい、ああ。です。まだ決まってない。僕は上は全部塗ります。いや、じゃあ演者同士背中を塗り合ったりするわけですか。そうですね。そうです。本当は最初そのために来てくれたの。ああ、そっかそっか。塗ろうかって、僕白塗りしたいんですよってキムさんに相談したら、じゃあ僕塗ってあげるよって。そうです。今日ですね、あ、ごめんなさい、6時からできるっていう話なんですけど、まだギターが来てないんですよ。はい、で、ギターが来てから、はい、なんで6時半よりはもう前に。わかりました。ごめんなさい。あ、もうリハ前に。いや、下だけ。あ、下半身だけ時間かかるんだか。上はね、全身を。ソウさん、白塗り大好きなんですって。あ、好きなんですか。そうか。どんどん使う、あの、塗りたい時やりましょうよ。それこそね、デスロード見たらもうやるしかねえなってやっぱなるじゃん。 V8 ですよ。あ、デスロードめっちゃ面白かった。2回見ましたよ。やっぱり肉って繊維なんですね。繊維ありますね。肉の繊維があるんだ。はい、そうです。また。
まあ、これから裸足で動くんだよ、はい、これ履いたら多分ね、寝ちゃう。入れさせるってことかもしれない。ライトとかどうしますか。あ、でも食べたい。いや、もうそれはもう完全に任せます。ライトはちょっと暗めでもいきます。結構白くなるから暗い方が入る。どうなんですかね。いや、これはもう楽しみしかないじゃないですか。ここまで来たら最初からわからないから。アイドルのことで書いてます。あ、やっぱね。何してるよね。アイドルの下に黒田さんで。え？事務所だ。絶対通る。しょうがないね。しょうがない。多分聞いてない。仲良しですね。仲良し3人組ですね。相当仲良いよ。ここまでね、仲良く存在できない。こんな白い人たちが仲良くしてる。この白い人たち。
Thank you.
Thank you.
してるよ俺。踊った音楽ね、覚えてやっててよかった。完全にハマってたんだ。リンクしてましたね。リンクしましたね。ありがとうございます。ちょっと写真撮りませんか。ね、ぜひぜひ。あ、これ撮ってる。いやもうこっちに撮ってる。皆さんに写真撮りましょう。あれ色塗ってよかったですね。よかったですね。あれでなんか。何が起こったか全然わからない。ありがとうございます。ちょっとわかんない。情熱大陸。じゃあ言ってちゃい。え、あ、私のことじゃないか。はい、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 皆さん、撮りますぜ。せーの。すごい家だな。すごい家。すごい家、素敵。素敵。すごい。すごい。アーティストこれ見て。今度撮りに行かなきゃ。あ、すごい。後ろの空間と。素晴らしい。そうそう。面白かった。面白かったですね。面白かった。キムさん、メンバー一応覚えてた。はい。床、あ、床、はい。ほとんど記憶がない。床ね。すごい。踊ってたの気持ちよかったよ。ちょっと何起こってたか。山田さんしか知らないですよ、何が起こってるか。全体的に出たのは山田さん、今のは何だった。山田さん、俺何が起こってるか全く分かんなかった。そうかもしれないね。カオスカオスやったね。全く覚えてないです。全くカオスだ。全く記憶がないです。祈ってるのは俺だけやったよ。ここ30分ぐらいの記憶がない。いやだけどなんかいろいろありましたよ。いろいろありました。記憶がないですよ。いろいろあった。そこから出てからの記憶がないですよ。ちゃんとしたセンテンスがあった気がする。ありましたか。いやーもう十分あったんじゃない。うん、十分あったと思う。十分あったと思う。あった。あった。山田さんとか、あのもう早めに入ってた。みんな早めに入ってた。もう、ね、もうやっぱり本番に皆さん強い。やべ、記憶全くないわ。俺この映像を見て初めて知りますよ。自分のうちの前が全く覚えてない。全く覚えてない。俺舞ちゃんが歩いてきたことぐらいしか覚えてない。あとは慎吾くんさ、ステージに上がって生贄になってたよ。なってた。一人でいた。一人になってました。なってたよ。全く覚えてない。やばいな。キモさんは初舞台覚えてます。え、初舞台覚えてる。覚えてますよね。俺覚えてないの。後で帰ってくるかも。めっちゃ覚えてる。キムさんにめすごく色を塗りたくったのだけ覚えてます。うん、色を塗りまくられた。でもこれすごい良かった。そうそうそう。でもあれでね、あれあのやってた時、色でなんか感情がね開きましたね。すごい開いた。血で歩いたみたいな。そう。わーってこう。血の中あれ。あれって加速しましたね。加速した。うん。あれすごい良かったよ。ひらめいた。やってよかった本当に。あの色は。あ、来たーと思った。来た。わー出る出るみたいな。全然わからんから、なんか、なんとも言えない。よかった、よかった、本当によかった。ありがとう。本当はありがとう。ごめん、ごめん。ありがとう。気がない。気がないよ。じゃあ、本当に、ちょうどいい位置に絵の具があるから。全部。いや、すごい。だって、こうやって手伸ばしたらあるから。完全に、行っちゃったね。感情かなり